いや、梅雨時期の着こなしって難しいよな。結構気温が下がる日もあるから、半袖の T シャツ1枚じゃちょっと心もとないし、かといって晴れると暑かったりするから、結構選ぶのが難しいんだよな。しかも雨降ってると服が濡れるのも嫌だから、なんかあんまり高い服も着たくないんだよな。そうなると、ユニクロあたりでうまくコーディネートできるといいんだけども、誰がこのあたりの6月、7月ぐらいに活躍しそうなユニクロコーデを教えてくれないかなと思っている皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、恒例となって ます。6月7月全身ユニクロコーデ参戦というテーマでお届けをしたいなと思っています、まあ、梅雨時期のファッション結構悩まれる方が多いかなと思いますお気に入りのちょっと頑張って買った服がですね雨で濡れてしまうとちょっとテンション下がるかなと思うんですねなので梅雨時期のお洋服に関しては気替えなく着れるような服をですね買い揃えたいなという方もいらっしゃるかなと思いますそこで便利なのがですね僕たちにとって最も身近なアパレルユニクロですね、まあ、今回はですね全身ユニ ユニクロのアイテムだけで6月ですとか7月の梅雨時期に活躍できるようなコーディネートをですね具体的に3つ考えてみましたのでよかったら参考にしていただきたいなと思っています、まあ、ユニクロのお洋服というのはちょっと入荷が早いんですね今回ご紹介するものは目新しいというものではなくて割とベーシックで毎年やっているような定番的なものかなと思いますただそういったものの中でもシーズンカラーですとか今年らしい色合いというものをですね選べば今年っぽさというところも出すことができるかなと思いますので よかったら皆さんの今後のですね、コーデの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで、ここからですね、具体的に全身ユニクロコーデ、6月、7月バージョンを皆さんにですね、お届けしたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちら、リネンシャツですね。ユニクロの大定番のプレミアムリネンシャツを使ったコーディネートから解説をしてみたいなと思っています。まあ、ユニクロのリネンシャツといったらですね、毎年定番で出ていてですね、決してこう今っぽいアイテムではないんですけども、まあ、僕たち大人世代からすると安心感があるような、まあ定番的なアイテムかなと思います。毎年ですねちょっと 色合いのバリエーションが変わったりするんですが今季はですねこのオリーブがなかなかですね調子がいいんじゃないのかなということで今回は購入をしてみましたまあ、ちなみに僕は身長1 6 4センチ、5 3キロと小柄な体型なんですけどもこちらのシャツはですね L サイズを購入しましたまあ、ユニクロのアイテムというのは良くも悪くも定番的なんですよねなので数年前に比べると少しゆとりを持たせてはいるんですがまあ、今日的なシャツというよりは割とベーシックなシャツなので大人がきいのであれば ワンサイズアップぐらいでちょうどいいかなと思いますまあ、特にですねリネンシャツみたいなものって定番的ですし前からあるものなのでこういったものをあまりにジャストサイズで着てしまうとちょっとこう今っぽさが全然出ないのでワンサイズアップで着ていただくといいかなと思いますまあ本当に質感は良くてもう間違いなく使い勝手がいいんですけどもベーシックな白だとか濃い色だとかそのあたりを着るのもいいんですけどもせっかくだったら普段着ないような色にですねチャレンジしてみるのもいいかなと思いますこのオリーブなんですがちょっとこう ミリタリー感たっぷりのオリーブというよりは少し上品な雰囲気も漂いながらなのですごくですね大人世代が着ても似合いやすい色合いかなと思います、まあ、ベージュっぽい色合いもあったんですが個人的にはこのオリーブの方が大人には似合いやすいかなと思うんですねでこのシャツというのはなるべくですね着崩した方がいいかなと思ってましてあえてですね腕まくりこれやっぱりポイントになってくるかなと思います、まあ、ボタン閉めてきっちり着るとリネンシャツってなかなか様にならないのでまあ腕まくりですねまあ、ちょうどこう腕の関節と手首の真ん中 ぐらいまでですかね。これ上げてしまいすぎるのもかっこよくないし、かといってあんまり上げないのもですね、軽快な感じしないので、まあだいたいこれぐらいのバランスで腕が見えていると時計だとかバングルも見せることができるのでバランスがいいかなと思います。でボタンはですね、第1ボタン第2ボタンぐらいまで開けてちょっと内側を覗かせてあげるといいかなと思います。で内側に着ているのは今季のユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツのマイクロボーダーですね。これ僕よく使うんですが、まあ、これでですね、ちょっとこう色合いとしては白 T シャツを着てし、ま しまうよりも少しグレー感があるものでシャツとなじませつつあとはパンツですねここに白 T 着て白パンだとですねちょっとつながっちゃう感じがするのでまあ若干ですね色味を変えていますでボトムスはですねこれもですねユニクロの僕はもう結構使い倒してるんですがちょっとリラックス感のあるデニムですねホワイトを選んでいます、まあ、サイズ感で言うとまあ、少しゆとりがあるんですが大人が来てもだらしなくならないようなサイズ感なのでこれは名作でしたね先ほどちょっと在庫見ましたがかなり減っては来ているんですが、まあ、もしお近くの店 店舗にありましたら、まあ、皆さんも1本ゲットしておくのがいいかなと思います。まあ、梅雨時期でどうしてもですね。汚れが気になる方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕はですね。梅雨でも白パンガンガンに入っちゃうんですね。まあ、特にデニム系だと洗濯しても色落ちすることもないですし、あんまり気にせずにガンガン洗濯できるので意外とですね。僕は汚れ気にせずに履いちゃうんですね。まあ、このような形で上半身はちょっとこう。ミリタリー感だとか土っぽさ溢れるオリーブなんですけども、その野暮ったさを白パンでうまく中和してあげるとなかなかバランス。 が作れるんじゃなないいのかなと思っていますで、足元はですね、ちょっとすいません、ここだけユニクロじゃないものを使わせていただいてるんですね。まあ、靴の選択肢はユニクロ狭いので、今回はですね、グルカサンダルを合わせました。ちょっとこう、綺麗めな大人っぽいシャツなので、足元はですね、まあ、スニーカーもいいんですけども、夏らしさが出ながらも、一定のカジュアルさだとか、あとはカジュアルすぎずに綺麗な雰囲気が出るレザー使っているですね、まあ、グルカサンダルが使いやすいかなという形で、今回はこのような形で組んでみました。このスタイリングはかなり使いや 安いかなと思いますのでぜひ、まあ、皆さんもトライしていただきたいかなと思います、まあ、もしですねオリーブのシャツがちょっと似合わないかなと思った場合はプレミアムリネンシャツのブルー系とかもですね爽やかでいいのでそういったもので代用してもらってもいいかなと思うのでぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています はい、続いて2点目のですね、全身ユニクロコーデなんですが、今回の主役となるのは、これまたシャツなんですね。今回はシャツを多用していきたいなと思ってるんですが、今回の主役は、ユニクロのコットンリネンスタンドカラーシャツですね。これがですね、かなり使い勝手がいいんですよね。結構、店頭に並んでると地味なので、見逃してしまいがちなんですが、実際に着てみるとすごく高見えするようなシャツなので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもトライしていただきたいなと思います。先ほどのシンプルなリネンシャツに比べると、まあ、コットンもブレンドされて ので質感がちょっとだけ変わりますハリ感が出ますしリネン100%よりは少しだけですねパリッとした仕上がりにもなってるんですがその中にも適度なシワ感が出てくるので、まあ、個人的にはすごくバランスのいいですね素材感かなと思いますでサイズ感もですね先ほどのリネンシャツよりも少しだけゆとりを持たせて作ってあるんですね身幅もちょっとゆとりがありますし着丈もやや長めなのが分かっていただけるかなと思いますこちらも先ほどと同様にですね身長164センチ53キロの僕で l サイズですね普段のサイズ でもあえててワンサイズ上げてるんですがまなかなかですねリラックス感が出てちょうどいい着こなしができてるんじゃないのかなと思っています先ほどと同じようにですね腕まくりをしながらちょっとこう手首を見せて第1ボタン第2ボタンを開けながら着てもらうのがいいかなと思うんですねまあなんといってもこれ色がいいなと思うんですねまあ今回僕はですねブルーという色を選んでいるんですがまあ見ていただくと分かる通りちょっとムラ感があったりだとかまあかすれ感みたいなところもあってすごくですね風合いがいいんですねこれはかなり高見えする色 弱いかなと思うのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思いますまあ、ちなみに今第2ボタンまで開けてきていますがこれ全部開けてですね羽織物感覚で着てもらうのもいいんじゃないのかなと思いますこんな感じですね下には先ほどと同じくですねユニクロ U のエアリズムコットンのちょっとボーダーの T シャツを着ていますこれ白の T シャツとかでも全く問題ないんですが意外とですねパキッと明るくなりすぎないライトグレー見えするボーダーがつなぎのアイテムとしてはめちゃくちゃ使いやすいんですねなので今回こちらを改め 使ってみました今タックインしてますが、これタックアウトしてもらってもいいので、そのあたりもお好みでカスタマイズしていただきたいなと思います。で、ボトムスなんですが、先ほどは白でパキッと明るさを出しましたが、今回はですね、定番のブラックでギュッと引き締めてあります。まあこれも鉄板なので、ぜひ皆さんもですね、試していただきたいなと思うんですが、先ほど履いていた少しリラックス感のある白デニムに変えていただくと、さらに爽やかな感じで、そのまま使うことができるんですね。なのでそちらでも全く問題はありません。で、サイズ感は ですね。これタックワイドパンツということで少しだけゆとりを持たせたものを履いていますがこれもお好みです、まあ、ワイドジャストサイズの方が良ければスマートアンクルパンツだとか感動パンツに置き換えてあげてシャツのサイズもまあ、通常のサイズでもこのスタンドカラーシャツは少しゆとりがあるのでまあ、全く問題がないかなと思うのでそのあたりも調整していただければなと思っていますで、足元なんですが今回はちょっと色合いが重ためなので白レザースニーカーで少しだけ明るさを出すような形で調整をしましたまあ、この着こなしもすごく簡単で 多くの男性に使いいやすすかなと思うんですねそして、先ほどの一つ目のコーディネートとミックスしながら使っていただくのもいいと思うんですね。こちらのブラックのタックワイドパンツをですね、先ほどのオリーブのシャツに合わせていただくのもいいかなと思うので、それぞれこうミックスしながらアイテムをですね、使っていただくと着こなしの幅が広げられるので、結構使いやすいんじゃないのかなと思っています。このようなですね、スタンドカラーみたいなやり方というのは、またトライしたことがない方もいらっしゃるかなと思うんですね。ちょっとクラシックな見え方になって、苦手意識を持っている方もいらっしゃるかもしれません。 まずはユニクロ価格から着てみるというのが価値観を広げるにはすごくいいかなと思うのでぜひこちらの襟型も取り入れながらですね梅雨時期の着こなしを楽しんでいただければなと思っています。 はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、まあ、ユニコと言ったらですね、やっぱり夏はこのオープンカラーシャツですね、欠かせないアイテムかなと思います。まあ、今回はこちらをベースに着こなしを作ってみました。まカ、あ、空張りが豊富なですね、オープンカラーシャツなんですが、結構ユニクロのですね、ベージュの色合いがいいなと思って、今回はこちらを使ってみたんですね。ただベージュって色合いとしては簡単じゃないですね。うまくハマれば少し明るさが出て、人との違いが出せるのでバランスがいいんですが、ちょっと間違えるとやぼったく見えたりだと まあチープな感じも見えがちなのでちょっと難しいんですけども、まあ、ユニクロのこちらのベージュのシャツはですねすごく色味がいいんですねまあ、ベージュの中でもちょっとコクの深いですねブラウンっぽさも混じったような色合いですごく高見えするのでこれはバランスがいいんじゃないのかなと思いますでサイズはですねやはり一つ上げて L を今回も選んでいますただベースのデザインが割とジャストサイズなのでワンサイズ上げてもそこまで大きくなりすぎないので大人世代のサイズ感としてはこれぐらいでもちょうどいいかなと思います、まあ、下にはですね白の無地 T シャツです、ね ね、これユニクロ U のエアリズムコットンではなくて通常のバージョンですねこちらの T シャツが割とこう素っ気ないコットン地なんですがだからこそ重ね着の際には使いやすかったりもするのでこちらの T シャツを用いていますで、ボトムスに関してはですね今回はちょっと細めにしました感動パンツですね色はちょっと深めのグレーを選びまして着こなしを引き締めながらも重たすぎないような形でバランスをとっていますまあ、上半身はちょっとだけゆるさがあるんですけども、ボトムスは割とジャストサイズでという形で、まあ、大人っぽいサイズバランス バンスにしたんですが、まあ、これもですね皆さんのお好みに応じてボトムスをちょっとタックワイドパンツでゆとりを出してもいいかなと思いますので、まあ、ぜひそのあたりはカスタマイズをしていただきたいなと思いますそして足元なんですが今回はですねちょっと大人っぽくまとめたかったので、まあ、僕の動画の中でよく出てくるブラック系レザースニーカーですねまあ、グレーとブラックというのは相性がいいので、まあ、今回はこちらを合わせていますアウルのデバイス1ですねこれがソールはホワイトなのでブラックのスニーカーなんだけども重たすぎないということで、まあ、すごくバランスがよくハマってくるかなと思います まあこのような形で結構ベーシックに大人向けにですねまとめるのもいいですが足元変えるだけでだいぶ印象が変わるんですね今はこういったブラック系のレザースニーカー履いていますがこれをですねサンダルとかに変えるとまた全然雰囲気変わるのでちょっと履き替えてみますねはい履き替えてみましたがいかがでしょうか今回はですね久々にキーンのユニークですねこれ数年前に大流行しましたがま相変わらずですね結構使いやすいんですよねユニークって割とこうデザイン的には奇抜に見えつつも綺麗めなスタイル に合わせてもそこまでで強くないんですよね、まあ、正面から見ると割とですねシンプルなブラック系のサンダルかなと思いつつサイドから見るとこの編み込みの部分ですねここが少しアクセントになるぐらいなんですが割と悪目立ちしないのでちょっと綺麗めなスタイリングに合わせてあげるのもいいかなと思います先ほど一番最初に履いていたグルカサンダルとかもさらに相性がいいかなと思うのでまあ、ちょっと足元を変えながら一つのコーディネートでもバリエーションを出していただくのもなかなかいいかなと思うのでぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では全身ユニクロ6月7月コーデ参戦というテーマでお届けをさせていただきました、まあ、毎回ですねこちらの企画は僕なりですねいろいろと考えるんですね、まあ、全身ユニクロとなると結構難しかったりするんですが今回はですね3つのコーディネートともですね共通してシャツを使ったわけなんですねこれぐらいの時期になるといわゆるアウターみたいなものが使えなくなってくるんですねなので上半身の主役になるのが T シャツだとかポロシャツだとかあとはシャツですねこの後 僕たち大人世代というのは着こなしの中にどこか一箇所でもいいので綺麗さを取り入れてあげるとバランスが取りやすいので、まあ、そんな時にトップスにですねシャツを使うと割とですね大人っぽくて綺麗めなスタイルが組みやすいんですねなので今回はユニクロのシャツを中心にですねいろんなコーディネートを考えてみました、まあ、気温に応じて半袖にしたいだとか肌寒い時にはですね長袖シャツを腕まっくりみたいな形で着ていただくとですね体温調整がしやすいかなと思うのでよかったら皆さんも参考にしていただきたい まユニクロだからこそちょっといつもと違ったカラーを選んでみるのもいいかなと思いますし襟元もバンドカラーというですね今までとはちょっと違ったものを選ぶことで目新しさだとかワクワク感みたいなところが出てくるかなと思うのでよかったら今回のですね、動画も参考にしながら梅雨の着こなししを存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなか取り扱うことができないようなセレクトショップのオリジナルからドメと ブブラランンドドままたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週末にですねライブ配信をやっていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄の方からぜひチェックしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにですねオンラインサロンというものもやっていますこちらの方では動画ではない なくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、まあ、僕自身が実際に買ったものをですね毎日皆さんに投稿をしています僕も記事を書いていますし僕以外の専門家ですねスタイリストやファッションの専門家も記事を書いてくれていますまたサロンの参加者の皆さんもですね気軽に記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに